きまして井上純子市議会議員より応援演説をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ありがとうございます。年末のお忙しい中、大きな声で失礼いたします。皆様お忙しいことと思います。ありがとうございます。私、今紹介に預かりました通り市議会議員をしております井上純子と申します。ありがとうございます。私井上純子は今現在の年齢36歳、まあ、気づけばですね、北九州市で生まれ育って、そして北九州市役所で働いて36年間北九州市で過ごしてまいりました。私は今までの北九州市政を信じて、そして北橋市長を支えてきた市役所の職員でもあります。ただ気づけば中で働いてても思うんです。誰のための政治なのか、誰のための北九州市なのか。誰かを通さないと市民サービスが受けられない。何のために、子どものためなのか、高齢者のためなのか、誰のために仕事をしているのか、わからない日々が続きました。そして気づけば同年代、兄弟や友人、多くの同年代が北九州市を去っていきました。そして去っていく理由が、北九州市がオワコンだからと何度も言われました。私は当たり前に生まれ育って、そして北九州市のために働きたいと思い北九州市役所に入りました。しかしそれが今の北九州市のためになっているのか、疑問の日々が続きました。だからこそこの今の結果を見ないで、誰かのため、そして政党や団体のためだけの政治は北九州市を衰退にしか招かないと思い、行政ではなく市議会議員になって政治から変えていかなければならないと思い市議会議員に転身しました。そして政党でもなく所属せず、井上純子は無所属で一人の会派でこの2年間議会で活動し、北橋市長にダメなものはダメだと厳しく突きつけてきました。そして今回16年ぶりに北九州市政を大きく変えるチャンスが訪れます。それが来年行われる北九州市長選です。市議会議員になってどんなに今の現状課題を実績として伝えても、一人の議員だけでは変わりません。やはり変えるには北九州市のトップ市長が変わることが大きな影響が出ます。ですからこの16年ぶりに市長が変わるチャンスを、北九州市を衰退から成長に変えていくチャンスを私は逃したくありません。それであれば今まで通りの政党や業界団体のためだけの政治を貫いて衰退をただ見守っていくのか、そうはいきません。だからこそしがらみや団体組織がなくても戦うと覚悟を持って決めたこの竹内和久さんを私は全力で応援したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、竹内和久さんはしがらみも団体がなくても戦うんだと、はっきり言って県知事選に落ちて惨敗した方です。惨敗してでも組織がなく戦いたいんだと、すごい覚悟だと思いませんか。あれだけ大きな選挙に出て負けて、もう一度戦うんだと、組織なくても戦うんだと、すごい精神状態だと思います。これを負けずに貫いてきて覚悟を持った竹内さんを私は信頼したい、期待したいと強く思いました。だからこそ今からの北九州市の未来は竹内和久さんに託したいと思うのです。皆さん、北九州市長選までもう残りわずかとなってまいりました。これからぜひ北九州市の未来、市政がどうなのか、ぜひ関心を持っていただきまして、これからも我々街頭演説、そして SNS、Twitter、Instagram なども竹内和久さんの政策発信をですね、しっかりと伝えていきますので、ぜひ皆さん SNS の方もフォローいただきまして応援いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。